皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはリビオメゾン日本橋浜町公園。初期費用は8万円。2023年1月築の鉄筋コンクリート造マンション。タイトルに記載通りのフリーレント月数分で契約できる物件を発見です。はい、募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま、初期費用をお値引きして皆様にご紹介いたします。このようにお部屋探しのハートサポートは、初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。今回は3つの間取りをルームツアーで撮影してきました。前半は 2DK タイプ、そして後半1つ目は 1K タイプ、一番最後にはですね 1DK タイプをお流しいたします。左から順にですね、お流ししていきます。まずは 2DK のルームツアー映像からスタートしていきましょう。それではルームツアースタートしていきましょう。はい、2DK はですね、ダイニングキッチン 9.7 畳、ベッドルーム1つ目 4.5 畳、2つ目のベッドルームは 2.8 畳の 2DK です。 41.83 平米ありますね。立地は東京都中央区日本橋浜町2丁目にございます。こちらのリビオメゾン日本橋浜町公園、最寄り駅は都営新宿線の浜町駅、徒歩1分です。また都営浅草線の東日本橋駅までなら徒歩6分。周辺環境も調べています。コンビニはセブン、イレブン、ローソンが近くにあり、スーパーはマイバスケットがございました。はい、今いるベッドルームが 4.5 畳のお部屋です。はい、バルコニーからの眺望ですね。ペット飼育可能ですね。小型犬または猫計1匹まで飼育可能。飼育の際は敷金1ヶ月積み増しと記載されています。はい、4.5 畳のお部屋のクローゼットです。はい、またですね、この物件を検討している方に他にもお役に立てれば情報を皆様から YouTube のコメント欄で募集しています。動画の中で先ほど近隣のコンビニ、スーパー情報をお伝えいたしましたが、他にも仕事で近くによく来るよといった方や、近隣に住まわれていらっしゃる方、ぜひですね、このお店おいしいよといった情報や、このスーパー安いよといった情報を YouTube のコメント欄でお教えくださいませ。はい、2DK の水回りをご覧いただいています。2023年1月築の鉄筋コンクリート造マンション、非常に綺麗なお部屋ですね。はい、後半はですね、 1K タイプ、 1DK タイプをご覧いただきましょう。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、続いてご覧いただきますのは 1K タイプ、 25.57 平米のお部屋です。二口ガスコンロのシステムキッチン、洋室は 7.1 畳です。早速見ていきましょう。
左手にクローゼットがございますね。はい、先ほどの 2DK とですね、同じ方角を向いています。トイレが個室タイプになっていますね。人気の間取りです。はい、1K タイプご覧いただきました。続いては 1DK タイプを見ていきましょう。はい、1DK タイプはですね、29.74 平米ございます。ダイニングキッチン 7.1 畳、横のベッドルームは 2.8 畳です。はい、1DK タイプはこちら、ウォークインクローゼットがついています。タイプの間取りは非常に人気ですね。使い勝手が良さそうです。2.8 畳というとどれぐらいの広さでしょうかというお問い合わせもよくいただきます。こちら参考になるのではないでしょうか。はい、もう一度初期費用をご説明します。リビオメゾン日本橋浜町公園、初期費用8万円で皆様にご紹介いたします。ご検討いただける方多いではないでしょうか。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。